お元気ですか、ボクシミでございます。今回は 2024BBM ベースボールカードセカンドバージョンでございます。こちらは1パック10枚入り、1ボックス20パック入りでございます。前編後編10パックずつやっていきたいと思います。それでは最初の10パック開封していきたいと思います。では最初の10パックでございます。まずは1袋目でございます。中日ドラゴンズの、これはオルダンド・カリステ内野手でございます。失礼しました、阪神タイガースの、門別、これはケイト投手でございます。千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手のこちらキラでございます。で、これはクロスカードでございますね、読売ジャイアンツの西舘勇陽投手でございます。こちら、千葉ロッテマリーンズの、上田久斗内野手ねカードでございます。久斗選手でございます。でオリックスバファローズの、山崎総一郎投手でございます。で、こちら千葉ロッテマリーンズの小島和也投手の、クロスカードでございます。で始球式カードがねありますね、こちら、プロレスラーのスターダム所属の岩谷真由選手のこれ始球式カードでございます。でこちらでございます。東北楽天の石原剛志捕手でございます。で北海道日本ハムの清宮幸太郎内野手でございます。2袋目でございます。ソフトバンクホークスの牧原大成内野手でございます。埼玉西武ライオンズの今井達也投手のこれクロスカードでございます。オリックスバファローズの山下俊平太投手でございます。ヤクルトスワローズの、オスナ内野手でございます。千葉ロッテマリーンズの、上田、キュート内野手でございます。楽天の、これは小郷優也外野手でございます。読売ジャイアンツの高梨雄平投手でございます。で広島東洋カープの、床田博樹投手のこれキラでございます。で横浜 DeNA ベイターズのこちらね、チェックリストでございます。広島東洋カープの野間貴義これは外野手でございます。
3袋目でございます。北海道日本ハムの万波中正外野手でございます。楽天イーグルスの阿部俊樹内野手でございます。中日ドラゴンズのこれは村松海斗内野手でございます。のカードでございます。福岡ソフトバンクホークスの、大津陽介投手でございます。で失礼しました、埼玉西武ライオンズの海野博士投手でございます。ソフトバンクに移籍した山川穂高選手の人的保障により、海野選手が、西武ライオンに、移籍しました。で阪神タイガースの岩崎卓投手のキラーでございます。阪神タイガースの、これはノイジー外野手でございます。ヤクルトスワローズの、ドミンゴ・サンタナ外野手でございます。中日ドラゴンズの涌井秀明投手でございます。横浜 DeNA ベイスターズの森原康平投手でございます。4袋目でございます。オリックスバファローズの西川龍馬外野手でございます。広島東洋カープから FA で加入してまいりました。阪神タイガースの糸原健人内野手でございます。オリックスバファローズの福田周平外野手のこちらね、キラでございます。読売ダイアンツの高橋で投手でございます、ね、じゃこうした方がちょっと分かるかな、こういうね、ございます。ソフトバンクからね、トレードで加入してまいりました伊藤将司投手でございます。阪神タイガースでございます。読売、失礼しました、横浜 DeNA ベイターズの関根大輝外野手でございます。で、これは陸上選手やり投げのこれはディーン、元気選手でございます。でこちらでございます。旧式カードでございます。ソフトバンクホークスのロベルト・オスナ、投手でございます。埼玉西武ライオンズの殿崎修太内野手でございます。北海道日本ハムファイターズの伊藤大海投手でございます。5袋目でございます。オリックスの、福田周平外野手でございます。でクロスカード出ました。福岡ソフトバンクホークスの山川穂高、内野手でございます。西武ライオンズから FA で加入してまいりました。で広島東洋カープの失礼しました、楽天イーグルスの、小深田博人内野手でございます。失礼いたしました。
ヤクルトスワローズの高橋、奎二投手でございます。はい、こちらでございます。で、横浜 DeNA ベイターズの松尾志音捕手でございます。読売ジャイアンツの高橋で投手でございます。読売、失礼しました、横浜 DeNA ベイターズの石上大輝、内野手のこれはキラでございます。で、広島東洋カープの増山雄平、外野手でございます。で、千葉ロッテマリーンズの角中克也、外野手でございます。で、埼玉西武ライオンズの、これは羽田慎之介投手でございますのカードでございます。で、ルーキーのカードでございます。はい、6袋目でございます。ちょっと映像がね、あのところどころ乱れてるところがありますが、ご了承ください。埼玉西武の岡林学人、外野手でございますが、現在はですね、トレードで、読売ジャイアンツに移籍しております。はい、で、北海道日本ハムファイターズのアリエル・マルチネス捕手でございます。楽天イーグルスの浅村秀人、内野手でございます。で、始球式カードでございます。新日本プロレスの、プロレスラー辻陽太選手のこちら直サインカードじゃない、始球式カードでございます。失礼いたしました。で、千葉ロッテマリーンズの山口浩輝、外野手でございます。で、広島東洋カープの、島内宗太郎投手のですね、キラーでございます。中日ドラゴンズの石川昂弥、内野手でございます。で、ヤクルトスワローズの、これはヤフーレ投手のクロスカードでございます。広島東洋カープの島内宗太郎投手でございます。こちらノーマルでございます。阪神タイガースの、霧島拓磨、投手でございます。7袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの、柳田悠岐、外野手の、こちら、カードでございますね。こちらね、あの番号はね、CR ナンバーはね、ありません。確かにこれあるのかなと思ったんですけどね、探してみたんですがありませんでした。で、福岡ソフトバンクホークスの有原航平投手のこちらクロスカードでございます。過去には、日本ハムにもこれ在籍しておりました。で、千葉ロッテマリーンズの種市敦樹投手でございます。北海道日本ハムファイターズの野村勇輝、内野手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの、三森、正樹、内野手でございます。阪神タイガースのこれ岩崎優、投手でございます。
で、中日ドラゴンズの和久井秀明投手でございます。ヤクルトスワローズの小川康弘投手でございます。で、同じくヤクルトスワローズの吉村浩二郎投手のこちら、キラでございます。で、広島東洋カープの島内宗太郎投手の、クロスカードでございます。で、こちらでございます。はい、8袋目でございます。ちょっと映像がねぼやけて申し訳ございませんので、ちょっとね、カードをね大きく見せてね、やりたいと思います。千葉ロッテマリーンズの友杉敦樹、内野手の、ね、カードでございます。こちらでございます、ね。はい、で、ヤクルトスワローズの木澤直文投手でございます。こちらは中日ドラゴンズのチェックリストでございます。中日ドラゴンズの岡林勇樹外野手のこちら平でございます。千葉ロッテマリーンズのグレッゴリー・ポランコ外野手のカードでございます。で、巨人にも在籍しておりました。オリックス・バファローズの宇田川優希投手でございます。ソフトバンクホークスの大関智久投手でございます。広島東洋カープの大瀬良大地投手でございます。で、中日ドラゴンズの中田翔内野手の金箔サインでございます。こちらはね、CL ナンバーはね入っておりません。で、読売ジャイアンツの千田幸典捕手でございます。最後の失礼しました、9袋目でございます。ヤクルトスワローズの、エスパーダ投手でございます。読売ジャイアンツの小林誠二捕手でございます。読売ジャイアンツの菅野智之投手でございます。で、横浜 DeNA ベイターズの渡来優樹外野手のこちらクロスカードでございます。福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手の靴ね、キラでございます。で、こちらですね、阪神タイガースの門別慶斗投手のカードなんですが、こちらちょっとね、パターンが違います。ちょっと見た目はパッと分かりませんが、こちらは100枚限定のカードでございます。千葉ロッテマリーンズのメルセデス投手でございます。埼玉西武ライオンズの金子裕二外野手のこれカードでございます。東北楽天の島内博明外野手でございます。オリックスバファローズの東晃平投手でございます。こちらでございます。
はい、最後の10袋目でございます。東北楽天の内星龍投手でございます。読売ダイヤスの戸郷翔征投手でございます。で、中日ドラゴンズの清水達也投手でございます。で、阪神タイガースの近本浩二外野手でございます。で、横浜 DeNA ベイターズの筒香嘉智外野手でございます。で、埼玉西武ライオンズの、隅田知一郎投手のこれはキラでございます。で、千葉ロッテマリーンズの山口浩輝外野手のクロスカードでございます。北海道日本ハムファイターズの北山浩輝投手のこれカードでございます。で、埼玉西武ライオンズの古賀優斗捕手でございます。で、最後は始球式カードでございます。タレントの細川愛凛さんでございます。元プロ野球選手の細川徹さんのね、これ娘さんでございます。はい、こちらですね。はい、こちらでございます。はい、以上で BBM2024 ベースボールカードセコンドバージョンの開封動画でございます。ちょっとね、ところどころちょっと映像がぼやけてしまいました。大変申し訳ございません。後日ね、後編の10パック開封していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。最後はね、こちらね、中田翔選手のこの銀箔をね出てお別れでなります。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。